お世話になります。ひとりでございます。7月10日に公開予定の劇場版ポケットモンスターココに登場する幻に全く見えないけど一応新幻ポケモンのザルードですが、新たな情報が公開されました。今回はメインの情報は新しい特別な技で、さらにゲームフリークのお家芸である次回作につながるヤバい伏線もありましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。今回公開されたのは幻に全く見えないけど一応新幻ポケモンのザルードの完全に新しい特別な技でございます。技名はジャングルヒールという名前で、名前の通り回復系の技です。まさかのこのなりで回復系の技というのはある意味いかついですね。ただこの回復技というのは意外ではなく、以前から予想できた範囲内の技なんですよね。というのも以前から公式サイトではザルードについて、ズルには治癒効果を持たせられるため傷ついた場所に負けつけて治すこともできるなどと記載されていたからです。だからなんだって話なんですけど、前から書いてあったのを知ってたよアピールです。うざくてすみません。でこのジャングルヒールはどんな技か具体的に見ていきましょう。まずは公式サイトから丸々引用させていただきたいと思います。ザルードがレベル90になると覚える技ジャングルヒールは、ザルードと味方のポケモンの HP と状態異常を回復する草タイプの変化技。体中のツルを木々に巻きつけ、吸収したエネルギーをザルード自身が持つエネルギーと融合させて放つ。90にならないと覚えないのでちょっとめんどくさいですが、 HP と状態異常を回復できる超強い技ですね。今までの幻のポケモンの中で回復技が採用されるというのは非常に珍しいですよね。しかもこの見た目で回復技っていうのがより珍しいですよね。で回復技は自己再生とかがメジャーな技ですが、状態異常も合わせて回復できるのはほとんど他にない技だと思いますので、普通に優秀すぎますね。さすがに回復するのは自己再生みたく2分の1とかではないでしょうけどね。多分3分の1くらいとかじゃないでしょうか。ただここで気になるのが、吸収したエネルギーをという文言です。一応体中のツルを木々に巻きつけとあるので、ただその辺にある木々から回復するのかわからないですが、もしかしたら相手から吸収する技の可能性もなくはないです。木々を通して相手のエネルギーを吸うっていう仕組みだったらありえそうですよね。しかも相手のステータスによって吸い取る量が変わるとしたら、 HP と状態異常を両方回復できる強すぎる技のデメリットにもなって、ちょうど釣り合いの取れる技になりそうなので、もしかしたら力を吸い取るとかその類の吸収技かもしれません。あとダブルバトルをやらない人には関係ないかもしれませんが、この技は味方のポケモンも回復できるというのがすごすぎますよね。多分さすがにないと思いますが、状態異常と2分の1の HP 回復がザルードと味方ポケモンのどっちもできたら、はっきり言って超絶最強ハイパースーパーキング技と言っても過言ではありません。すいません、過言でしたね。まあどう転んでもこの技の強さは相当なものではあるでしょう。ただザルードは幻に見えないとはいえ一応幻のポケモンで、ランクまでは使えないと思いますので、技の議論は大して意味をなさないんですけどね。しかも仮にランクまで使えたとしても、ザルードは耐久がもともと低そうなので、あまり回復技が機能しなさそうでもあるんですよね。さらにザルードの特性ってリーフガードで、日差しが強いの時状態異常にならないんですが、この特性とも効果が重複してて、首をひねりたくなります。どっちにしろ一言で言えば微妙っていう感想です。でここまでは技について解禁された情報を解説してきましたが、今回は実はさらに重大な伏線も紛れていたんですよね。それは先ほどの公式サイトのジャングルヒールの説明のところで注釈で小さく書いてあるんです。これも丸々引用させていただきます。まず一つ目です。映画特別マイル券でもらえるお小屋の森のザルードだけでなく、全てのザルードがジャングルヒールを覚えることができます。でここから何が読み取れるかというと、全てのザルードがと書いてあることから、ザルードは複数の種類いるということが考えられますよね。実は今までの私の考察動画でも、ザルードは映画ではマントをつけていて、ゲームではつけていないことだったり、ザルードたちは密林の奥地で群れを作り暮らしているという公式サイトの説明などから複数の種類いるかもしれないと言っていたんですよね。それも合わせて考えると、いろいろなザルードがいるという可能性はかなり高くなりましたし、ただいるだけでなく、この公式サイトのニュアンス的にはしっかりゲームにも登場するような感じですよね。複数いるならもはや幻でもなんでもねえよと思えてしまいますが、そこは突っ込まないでおきましょう。いろいろなパターンのザルードがいるならめっちゃワクワクしますし、もしかしたら鎧の孤島や冠の雪原などでも登場するのかもしれませんね。特に伝説ポケモンが全部ゲットできるみたいなことも言ってましたから、また別のザルードが出る可能性も十二分にありそうです。そして公式サイトの注釈の2つ目はこのように書いてあります。ザルードだけがジャングルヒールを覚えることができ今後発売されるソフトでは他のポケモンもこの技を覚える可能性があります。これは先ほどの伏線的な匂わせ的な内容でなく、はっきりとしたかなり大きな情報だと思います。というのもまずここにわざわざ他のポケモンもこの技を覚える可能性があると表記しているということは、正直言って他のポケモンも覚えますと言ってるようなもんですよね。だからザルードの新技は公式サイトで専用技ではなく特別な技
と書かれているのだと思います。しかも今後発売されるソフトではと書いてあるので、おそらく鎧の孤島とか冠の雪原を指しているのでしょう。これらを合わせて考えると、鎧の孤島か冠の雪原でジャングルヒーローを覚えるポケモンが出ますよと言っているのも当然ですよね。でこの技は先ほども説明した通りなかなか強い技ですから、例えば現環境でも強いナットレイなんかが覚えたらめちゃめちゃやばいですよね。私は耐性についてあまり詳しくないですが、ナットレイといえば他の受けポケモンとの違いとしてヤドルギの種がすでにありますが回復技に乏しいというのがありますよね。もしジャングルヒーローを覚えたらめちゃくちゃ強いポケモンとして環境を一気に変える可能性すらありえます。しかもナットレイが覚える可能性も高そうなんです。というのもジャングルヒールという技は先ほども説明した通り、体中のツルを木々に巻きつけ吸収したエネルギーをと書いてあり、ナットレイが思い切りできそうなことなんですよね。ナットレイは問答無用でツルがあり、しかもヤドリギの種で吸収する技もできますから、なんならジャングルヒールはナットレイを強化するために作られた技と言っても良さそうなくらいに感じます。まあナットレイが覚えなかったとしても他のポケモンも覚えるということで、新しい草ポケモンが今後鎧の孤島や冠の雪原で出てきたり、もしくは他の既存のポケモンがこの技を覚えたりと、ガチ勢であればあるほど気になる情報なのではないでしょうか。まさかこんなにも露骨な伏線を初めて見ましたね。明らかに意図的な表記で、最近の閉塞した社会状況の中で久しぶりにワクワクしました。もしかしたら今の社会状況を踏まえての表記だったのかもしれませんね。それは考えすぎですね。ここまでジャングルヒールについて話してきましたが、一応知らなかった方のためにザルードの他の技、最初から覚えてる技も簡単にご紹介させていただきます。これは以前から公開されていたのですが、まずはインファイトです。ザルードは豪華ザル感がありますから当然覚えるべき技でしょうけど、タイプ1じゃないインファイトの威力は正直どうなんでしょうか。まあ普通に強い技ではありますけどね。で次はパワーウィップです。これは一度私が考察動画を上げた時に新しい技かと思いダブルウィップとかマヌケな名称をつけた考察をしてしまいました。どうぞ私を笑い者にして晒してください。これはタイプ1で出せる威力120ですからなかなかに強いですね。次の技はイバルです。もう元から特性でイバルが発動しそうなくらいイバルを使いそうなポケモンですよね。想定内の技ですね。正直評価に困る技です。最後はバークアウトです。これも威力55ですからまあ弱いですね。ただこれは追加効果もあり敵全体に当たるのでダブルバトルでは使えそうです。先ほど紹介したジャングルヒールのことも考えるとザルードはダブルバトルで活躍しやすいポケモンなのかもしれませんね。でちなみに性格は生意気とのことです。生意気って特防が上がって素早さが下がる性格なんですが、これはマジで意外ですね。多分能力のことを考えていなく実際にザルードが生意気そうだから生意気なのでしょうが、もしかしてこれが理想答えとしたらまさかのザルードが防御型っていうのもあるかもしれませんね。確かに映画の予告ではここを守るシーンがありますから、私は別の動画でザルードは豪華ザルの上位互換的な種族値と考えていたんですが、もしかしたら受けポケモンなのかもしれません。そしたら先ほどまで説明したジャングルヒーローを覚えるのも結構納得いきますし、このいかつい見た目なのに攻撃はあまり高くないのかもですね。私は一瞬残念に思えてきましたが、ただ冷静に考えてみると見た目と相反する種族値っていうのはそれはそれで面白いとも感じます。ということで今回はザルドについてかなり掘り下げつつ、今後の伏線的な情報まで取り扱いましたが、考察できる要素が一気に出てきて一言で言えばワクワクしました。ただまだワクワクが足りないのでゲームフリークさんにはこう言いたいです。ザルードを個々にフォルムチェンジさせろ。